東海大学図書館は、東海大学に付設する図書館、1955年設立。東海大学の教職員及び学生向けに、書籍等資料の閲覧、貸し出しのサービスを提供している。扱っている資料には、蓄地観光物や電子書籍、視聴覚資料等も含まれており、閲覧室、見打ち室、食堂等を併設している。この図書館は、 台湾で最も早く開花制度を開始した大学図書館である。1955年に建てられた旧図書館は現在は行政センターとして使用されている。新図書館は1985年に開館し、大学校内の南西部を東西に通る分離台2の生誕に位置している。2002年には大学校内の北東部にある第二教学区に 会員文館を設置した。図書館の蔵書は主に教師や学生が教育や研究の需要を満たすためのものであり、また余暇活動の需要も考慮されている。その他、古代チベットの4蔵書もあり、多くは写本であった。希少本もあり、特に総生校10年に出版された西館文献は極めて希少価値がある。会員文館では、 三度管理学など管理学系統の学科で扱う書籍を主として保管、提供している。また、要所、定期刊行物、そして音楽学系統の学科で扱う楽譜や視聴覚資料といった資料で多くを占めている。ありがとうございます。